久保さんなんかシンクロしてますねやっぱロー牢が,ローが今日午前中僕ね新商品のレター作ってたんですけど、まあ、そのフレーズとして目的っていうのをねちょっとテーマに書いたんですけど、まあ、どういう目的があるのかっていうところですね僕がまあビジネスをこうガリガリやってる目的は、まあ、久保さんも話してましたけどその資金ですよね お金がなければやっぱりお金がない状態で投資やるっていうのは僕の中ではないのでじゃあそのお金をどう工面するのかっていうだからまあ徹底的に40までまあもうビジネスや,やりまくってとにかくキャッシュを作るプラスキャッシュを作りながらスキルアップしておくっていうことですねでまあまあ軍資金できたらそれを投資に回して増やしていくんだけどもまあそこで得たスキルをねまたその投資の教材を売るときに使えるだろうし まあそこで培った信頼関係をもとに投資の商品も売れるだろうし、まあ、あの、うん、久保さんもよく言ってますけど、投資はやっぱ絶対ではないので、リスクヘッジは必要なんですよ。で、この情報発信を、まあ久保さんも続け、やめることはないと思いますけども、この情報発信もリスクヘッジの一つで、あとコンテンツビジネスもやめない、止めないっていうのもリスクヘッジだし、まあ入りたい人が入ればね、そこか入れるわけじゃないですか。 もうし、もう、隠居したんで、一新規全く受け付けてませんっていうのはしてないと思うんで。なんで、まあ、その、人生設計というか、リスクヘッジ、もう全てにおいて、どういう段取りで、まあ、その、準備がなければ、うん、難しいですよね。 準備。何も準備してないでいきなり稼ぐっていうことは難しいし、その、ま、あ投資やるにしても時間が必要じゃないですか。じゃあ時間を確保するために、例えばその時僕の場合だったらね、あの資金量がある程度なかったら、コンテンツを売らないと今生計が立てられないわけですから、ある程度の余剰資金があって、ま、あ商品売れなかったとしてもある程度生活が担保できる。で、なおかつ投資の勉強に時間を注げるっていう、その確保も必要なんですよね。だからいろんな確保をしとかないといけないわけですよ。 だそのまあ、明日死ぬかわからないですけども、明日生きてることもかあの可能性はあると。じゃあ明日生きてる、10年後生きてる可能性はあると。死んでる可能性もある。いずれにしてもどちらにしても可能性はあるわけですから、それを両方考えて、やっぱ動いとかないと、まあ、ダメなんじゃないかなと思いますね。だ今全力で生きることも大事だし、未来生きた時にどう生きるのかっていうのを考えないといけないですし、だからトータル的に全てを考えて、 えー、どういう目的意識を持ってやるのか。だからそのネットで稼げない人っていうのは目的がねほんと薄いと思うんですよね。だって勉強してやらないっていうのはそのも,もう目的ずれてるわけじゃないですかそもそも。 だから、ま、レターで書いたんですけども、東大受かるために勉強してるんだけども、試験受けに行かないっていう。こんなのありえますこの選択が多分ありえないと思うんですよね。東大頑張って絶対受かるぞって勉強してるのに、東大の試験受けに行かない。何のために東大の勉強してんだっていう話で、それ絶対ないじゃないですか。ね、選択として。だけどみんなその選択をしてるんで、目的、どこ行っちゃったんだろうみたいなね。 買って満足みたいな。買うことが目的ですかみたいな。違いますよねっていう。塾に入ることが目的ですか違いますよねというところで。それを活かしてどう自分の収益につなげていくかが目的なんですよね。でも多くの人はなんかそこ僕は、まあずれちゃってる人が非常に多いんじゃないかなと思います。いってらっしゃい。